全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。あなたはミッドライフクライシス、中年の危機という言葉を知っていますか？おそらく多くの人はこのミッドライフクライシスという言葉を知りません。マイナビニュースの調査によると 7.7% しか知らなかったそうです。ミッドライフクライシスとはカナダの精神分析者エリオット・ジャック氏が名付けたもので、中年期に思ってもみなかった自分の本心に気づき、価値観が揺さぶられたり葛藤が起こることを言います。これまでがむしゃらに働き、休日は家族サービスに徹してきたが、人生半ばに差し掛かり、自分の人生はこのままで良いのだろうかと焦り始めてもがき出すという人は意外と多くいます。いわば中年になって起こる思春期とも言えます。マイナビニュースでは30歳から50歳の男女300名を対象にミッドライフクライシスに関するアンケートを実施しており、次のような結果となりました。質問、仕事やプライベートを問わず何か悩み事はありますか？イエス 57.6%。 質問、仕事後プライベートではどちらの悩みが多いですか？両方 37.2%。 仕事 32%、 プライベート 30.8%。 質問、悩みの原因は？人間関係 50.6%、 体力の低下 42.4%、 環境の変化 23.3%。 質問、悩みの具体例は？仕事はできるけれど未だに平社員、社長との意見や相性が合わないから精神的に疲れる、家族が常に何かを批判したり文句を言ったりしてしんどい、収入が少なく子供にお金がかかり、疲れが取れにくい、結婚願望はないが親を安心させたいという気持ちもある。このマイナビニュースのアンケートの結果から、中年の世代は多くの人が悩みを抱えていることがわかります。その悩みは誰しもが抱えるような内容であり、普遍性があります。しかも短時間で解決できるものではないものが多いという特徴があります。それほど深刻な悩みでなくても、長期間悩みを抱え続けて生活しており、長年溜め込んだストレスの総量はかなりのものになるでしょう。そうなってくると、単なる悩みであってもうつ病発症の原因となりうるのです。中高年でうつ病となる人が多いのもこのミッドライフクライシスが背景にあるのかもしれません。日本では 7.7% しか知らないミッドライフクライシスですが、欧米ではこの言葉はすでに一般的に知られており、社会問題となっています。ハリウッドスターのキアヌ・リーブスでさえミッドライフクライシスに悩まされており、次のような告白をしています。自分がどこにいるのか、どこから来たのか、何をしているのかさえ分からなくなるほどだった。大スターのキアヌ・リーブスですらミッドライフクライシスに陥るのですから、私たちがミッドライフクライシスで悩んだとしても何らおかしなことではありません。人間はいつだって悩みながら生きているのですから、深く考えすぎてうつ病にならないように注意してください。意外となんとかなるものですよ。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。